改めまして皆様、新しい日本の夜明け、新元号令和初日ということで、本当に心よりお祝い申し上げます。おめでとうございます。もう本当にね、日本列島全部が、なんかもう、新たな元旦というかね、もうなんか、行く年来る年ならぬ、なんかこう、行く時代来る時代、みたいな感じで、みんな一人一人が、こう、令和の時代を祝ってるのかなと、なんかね、暖かい、嬉しい雰囲気になってますけれども、で、平成最後の日、私も熱田神宮に参拝したら、やっぱり、すごい数の方がね、やっぱ行列をなしていて、みんながこの新たな時代の訪れを楽しんでるのかなと、うちの、長男坊、次男坊、7歳、4歳ですけれども、家の中でずっと張り切ってます。令和の時代は、僕たちに任せてって、あ、お願いしますって、父ちゃんも頑張るからなって言いながら、令和、令和とか言って、ずーっとはしゃいでます。もう、ありがたいですね。で、本日、本当にいよいよ、天皇陛下が、交代されたということですよね。そして、4月30日までは皇太子殿下だった方が、本日をもって、天皇陛下で、本当にこう、ご即位されたということで、私たち、本当にこう、身の引き締まる思いですけれども、うちの子供たちは、やっぱりそこの細かいことはよくわからないもんですから、例えばね、こう、昨日4月30日でも、こうね、天皇陛下がご上位されるということで、そういうね、いろんなこう、儀式を、テレビでも中継しているところですね、こう見ながら、こう、7歳の長男が聞くわけですよ。え、お父さん、天皇陛下、辞めるの？って。やめるってなかなかポップでキュートな表現ですけど、まあそうかな。天皇陛下いなくなっちゃうの？違う違う。あのね、皇太子殿下が新しく、天皇陛下になる。え？皇太子殿下って誰？とか言いながら、うち我が家ですね、カレンダーが、皇室カレンダーなんですね。うん、皇室の方がこう、毎月とか2ヶ月に1回こうずっとっていう。で、これ結構珍しがられるんです。ヒロさん、皇室カレンダーなんですかとか言って。でも私ね、自分の実家も皇室カレンダーですし、妻の実家もあの伊勢の子なんで、当たり前のようにみんな皇室カレンダーだったんで、割とみんな皇室カレンダーなのかなと思ってたんですけど、実はあんまりそうでもないよって。で、うちの息子に、皇太子殿下ってあの方。ああ、そうなんだ。あれって誰って言うんで、天皇陛下の長男、ご長男って言ったら、長男って僕って言うと、そうって言って。何長男が天皇陛下になるのって、そういうことって言って。お父さんが天皇だとしたら、その後僕が天皇になるってこと、だいぶ違うけど、まあそうかなとか言いながら。じゃあ僕もなれるのって、絶対なれません。なんでって言うので、天皇陛下は、もう天皇陛下の一家が、ずっと、長男の方っていう感じで、基本的にずっと天皇になるんだよって話をして、僕も天皇になりたいとか言って、まあ少年ならではの、もう非常に不敬なことを申し上げて大変申し上げてでした。可愛らしくていいですよね。そう。お父さんは天皇になれるのとか言って、なれるわけ。ねえだろ、なんて失礼なこと言ってんだとか言いながら、そう。そんなね、可愛らしい会話をしながら、でもね、こう、小学生ながらに、そこにこう、思いをね、馳せてくれるっていうのは、すごくまあ、ある意味嬉しいことでもあるし、ね、これから令和の時代は、この方、ね、この前まで皇太子殿下と僕らが呼んでた方が、天皇に習うから、もうね、ちーくんたちも、こうくんたちも、ね、この本当にまたね、新しい天皇陛下と、一緒にいい時代作っていくというんで、任せて、とか言いながら、もう大変なこう、張り切りようですけど、本当にこう、ね、日本はまさにこう、天皇陛下がずっとこう、治められてきた国ということで、で、今回も改めて、なんかこう、皆さんもね、単語ぐらいは聞いたことがある、この、ご上位って何なんだろうとか、新天皇が即位されるってどんな意味があるんだろうとかね、いうことをこう、疑問に思われてる方もいると思うんですけど、例えば私がね、講演とかでよくお話をすることがあって、皆さん、例えばですよ、ギリシャの今の国王がですね、もうそのギリシャ神話の神、なんかこうゼウスから受け継がれた伝説の剣と伝説の盾と伝説の王冠を今もギリシャの国王は引き継いでいるんだって言ったら、ちょっと特に男の子とかがもうめっちゃこうかっこよくないですかって。それはかっこいいですねって。ギリシャ半端ないですね。そうだよね。いや、実を言うと、ギリシャの国王は全然そんなことないんだよ。だって別に受け継がれてるわけじゃないんだよと。で、ところが、世界で唯一、神代の昔から、神に受け継がれた、その剣とかを、今もなお引き継いでいる王がいるんだよと。それが、まさに、日本の天皇陛下なんです。っていうとみんなね、ちょっとびっくりします。そうなんですか。
ね、皆さんもよく聞かれる三種の神器というのは、もともとね、日本では最も位が高いとされるアマテラス大御神というこの太陽の神様が、ご自身のお孫さんであるニニギノミコト様というね、神様を地上に下らせるということなんですね。天孫降臨というんですけども、で、その時に、お孫さんのニニギノミコト様に、これからはお前が地上に降りていって地上を治めなさいと、ただし、武力ではなく、道徳心、思いやりでもって治めなければいけないですよと。そして、その時にこの三種の神器を授けられた。三種の神器とは、雨の村雲の剣、剣ですよね。そして、八坂にの勾玉、勾玉ですよね。そして、八田の鏡という鏡。この三つを持ってる人こそが、この国を治めるのであり、これが私だと思って大切にするんですよと言って受け継がれた。そして、今回はね、平成の天皇が御上位ということで交代されましたけれども、その時に真っ先に天皇陛下が、要は皇太子殿下が即位する時に、真っ先に行われるのがこの三種の神器の引き継ぎなんですね。その、三種の神器の分霊、ね、どっちも本物なんですけど、分霊とされているものがいつも陛下のおそばにあって、で、本家本物とされているのが、鏡は伊勢神宮にあり、ね、そして雨の村雲の剣、草薙の剣とも言いますけども、この剣が、私の住んでる名古屋、熱田神宮にあって、で、八坂の勾玉は皇居の中のご神殿にある、というふうにこうされているわけですけども、で、この三種の神器を陛下がどこかにご行幸されるときは、いつもそばで、こう、従事の方が持ってらっしゃる。今回もね、テレビでこう映っていたので、あれが三種の神器なんだと言って、ちょっとみんなもね、こう、興奮したり、びっくりしたりという方もいたのかなと思うんですけど、本当に神話の世界から受け継がれたもの。少なく見ても、どう少なく見ても、1200年以上。一応ね、後期で言うと、2679年、ずっと引き継がれてると。まあ、もっと前ですよね、ニニギノミコトさんが降りてきた時からなので、もう3000年、5000年、1万年の昔から受け継がれてると言われて、そして今もなおそれを引き継がれてるのが、まあ、天皇陛下ということですよね。で、私ね、こんな質問をよくするんです。皆さんの質問ですと。世界で一番偉い人って誰だと思います?偉い人って誰なんだ?ね、世界で一番、権力を持ってる人ってのはいますよね。うん。いわゆるこのパワーですよね。パワー、フォースを持ってる人ってのはいるわけですよ。で、それは、例えばアメリカ大統領ね、トランプ大統領とかやっぱりものすごい権力を持ってますし、うん。例えば、ローマ法王とかにもものすごいやっぱ権力を持ってる。ね、影響力がある。あるいはエリザベス女王とかにも権力、権威を持ってる。でも、そんな皆さんがもし一堂に会したときに、あね、例えばその晩餐会でもあったときに、アメリカ大統領でも、ローマ法王でも、エリザベス女王でも、この方には神座を譲られるという方が、世界でたった一人、世界で唯一エンペラーと呼ばれている方がいらっしゃいますと。それが日本の天皇陛下なんですって言うと、皆さんちょっと驚かれますね。そうなんですか。ね、今の日本人で、あまりそういうことをこう教科書でも教えられていないので、ね、今、例えば日本の大学生の1000人に1人、1万人に1人も、誰も答えられないと言います。日本が何年前の何月何日に何があってできた日なのか。で、これ例えばアメリカに行ったら小学生でも平気で答えるでしょう。フランスに行ってもフランスの小学生、中学生平気で答えると思うんですけど、今日本では小、中、高、大学生に行ったので、日本という国がいつどこでどうやってできたのかって全く知らない。一応これね、言い伝えによると、2679年前に、ね、初代天皇陛下である神武天皇が、奈良の柏原の宮で初めて即位された日こそが、日本の生まれた日であると。つまりもう2679年の歴史があると。で、これはまあ諸説ありますけれども、でも記録が残ってる限りでも1200年以上国が続いている。これはもう世界で唯一なんですね。第2位のデンマークとか、第3位のイギリスとかでも、900年とか700年。とかなので、もう1000年以上続いている国っていうのは、ぶっちぎり日本。一度も、国名が変わったこともないし、言葉が、言語が変わったこともないし、ずっと同じ日本人が住んでいるという意味では、一度も国が壊れていない唯一の国。そして、ずっと受け継がれて、もう万世一系で、ずっとお子さん、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 お子さんということで、時々ね、奥さんになったりということもあったわけですけど、基本的にずっとお父さんを辿っていったら、神武天皇にたどり着く。という、もう本当に万世一系、血の流れで受け継がれているのが天皇陛下
そして、ね、世界はちゃんと歴史と伝統に敬意を払うって文化がありますので、日本人以上にそこをちゃんと持ってますから、なので、日本のそのね、国と歴史に敬意を払ってくださって、例えばエリザベス女王でもちゃんと神座を譲ってくださるという、そういう話があるんですね。ね、日本の天皇陛下とはそれほど、権威がある存在なんですよっていうお話をするんですけど、わあすごいなと。で、まさに日本はこの昔から実にこうユニークというか、本当にこう唯一無二の素晴らしい文化があって、権力と権威を分けたわけですよね。例えば皆さんよくご存知の徳川家康っていうのは権力なわけですよね。で、もう本当に、自分が幕府を、徳川幕府を開いて、江戸幕府を開いて、自分が権力を持ってこの日本を、統治していく。だけど、権威、天皇陛下は全く別なんですよね。で、だから徳川家康でも、豊臣秀吉でも織田信長でも、基本的には天皇陛下には叶いません。そして自分たちが天皇になる、なろうとしたことさえないわけですね。基本的には、どれだけ織田信長や秀吉が権力を持ってたとしても、天皇陛下に呼び出されたら、平伏しなきゃいけない。うん。それぐらい日本というのは、ずっと天皇陛下が、ちゃんと道徳でもって治められてきた国だと。で、これは諸外国が見るとびっくりするそうなんですけど、で、当時からずっと天皇陛下がいらっしゃった、例えば、京都の御所っていうのは、ね、お堀もなければ、大した兵もないと。変な話、その中に侵入しようと思ったらいくらでもできるような平屋の建物だったわけですよね。だから外国人から見るとなぜここに侵入してこう自分が天皇に取って代わろうとする人がいなかったのかびっくりするそうなんですけど、日本人はそんなことを考えたこともないんだと。うん。ね、まあ一説によると、足利義満とかはね、ちょっと自分が天皇になろうとしたみたいな、そういうことも、あ、まあ、ちょっと都市伝説的にありますけれども、基本的には誰もそんなことを思ったことがない。基本的にずっと万世一系で権威というのは続いていくもので、そこに対してちゃんとみんなが、国民が敬意を払う。うん。そして、日本国民というか、日本に住んでる人の中で、唯一無二、名字がないのが天皇陛下。なぜならば、私という存在がないから。まさに、いつもいつも公の存在。ね、本当に国民のために、そして世界のために、地球のために、ね、祈りの力、言葉の力でもって、本当にこのみんなにが幸せであるようにということで、天地と一体になりながら、みんなが本当に幸せであるようにということを祈り続けてくださってる存在。こそが本当に天皇であると。いうことで、今回その御上位ということで、まさに新しい令和の天皇がご即位された。すごいことですよね。で、皆さんにちょっとこう見ていただきたいこう図がありまして、こちらの図なんですけれども、これパッと見こう日本列島に見えますよね。日本列島の地図かなと思うんですけど、これよくご覧ください。実を言うと、世界のそれぞれの大陸を組み合わせたものなんですね。例えば九州見てみてください。よく見るとアフリカ大陸ですよね。で、四国よく見てください。オーストラリアです、それは。で、本州はユーラシア大陸。北海道は北アメリカ大陸なんですね。実を言うと、日本という国は世界の縮図であるっていう、この地図を考えた人すごいなと思うわけですけども、世界地図をちょっと組み合わせてみたら、日本の形になっちゃったって言って、これ、うちの生徒さんとかに見せるとこれびっくりするわけですけど、すげえって言ってね、うん、これはもう、本当にこう、すごいことで、だからこそこう日本って世界の縮図なんですよ、なんて言うから、ね。だからこそ別にね、私はもちろん日本大好きですけど、日本びいきというわけでもなく、ひょっとしたら、本当にこうね、日本人のような思いやりを持った人たちが、本当にこう、世界のリーダーになっていったら、ね、もう世界でもっともっと影響力をつけていったら、世界があっという間に変わるかもしれないよね、っていう話もするわけですけれども、本当に、この地図は、私も見たときにね、ちょっと腰を抜かしました。日本ってすごいなぁと思いながら。ね、で、この日本列島をこう、ちょっと緑色に塗ってみたりすると、なんかこう、確かに竜が、こうね、なんか天に駆け上っていくような、そんな姿にも見えますし、わぁ、すごいなぁと。で、私がこう、お世話になっている、あるこうね、皇室ともゆかりのある、すごくこうね、影響力のある神職の方がいらっしゃるんですけども、ちょっとお名前は明かせないですけども、この方がこう、教えてくださったのが、で、やっぱりまさに日本こそが、こう、世界の中心だし、だからね、津田さん、天皇って言うんですよ。言われたんです。え？どういうことですか？って言ったら、これってね、名前、別に日本だけを治めるんだったら、国王でいいと思いますね。国王で。
いいと思いませんかって言われて、確かに。わざわざ、天ってついてるんですよ。ほんまや。この天皇という言葉は、ね、もともとは聖徳太子が初めて使った言葉とも言われてるんですけども、まさにその頃から日本人は、ね、この日本の中心である天皇陛下というのは、国内、ね、日本だけを平和に収める存在ではなく、本当に世界の平和をずっと祈り続けてる。地球の平和、もうずっと祈り続けてるような、そんな中心たるべき存在なんだと、そんな願いと確信を込めて、天皇と聖徳太子はつけたのかもしれないと。で、聖徳太子自身がもともと皇太子の立場ですから、ね、ご自身が天皇に、結果としてなることはなかったわけですけども、天皇になるという自覚も持った上で、そういう願いと、本当にこれね、確信を持ってその言葉を使ったのかもしれないですけども、ね、私たち自身が天皇として本当に、世の中を治めていくんだという願いを込めて、その天皇という言葉を作ったのかもしれないですけども、本当にそういうありがたい、まあ、存在なわけですよね。私たち自身の本当に幸せをいつもお祈りしてくださっている。で、やっぱり天皇陛下が発せられるお言葉というか、お人柄、いわゆるまあエネルギーのようなものって、やっぱもう尋常ではないので、例えばこう、被災、ね、震災とかがあった時に、別に天皇陛下とかにそう興味がなかったと、ね、別にそんなに大事に思う気持ちもなかったみたいな人たちが、天皇陛下がこう被災地訪問をされて、膝をついて、目を合わせた瞬間に、涙が止まらなくなるということが、よくあるんだそうですね。全然自分は天皇陛下をそう大事に思ったこともないのに、もの、その吸い込まれるような瞳と、ずっとそのやっぱりね、人の幸せだけを祈り続けてこられた、そのもう人格になんか胸打たれるような、雷に打たれたような衝撃を受けて、お顔を見ただけで涙が止まらなくなって、これからも頑張ろうという思いになりましたとかね、そういうあの被災地の方のインタビューとかもあるぐらい、やっぱりすごい存在なわけですよね。で、今回こう、本当に新たに、ね、先日まで皇太子であった方が、いよいよこの新天皇に即位をされて、で、秋にはこう、大嘗祭といってですね、改めてもうその天皇陛下の最初のお仕事にして、最大のお仕事が待ってます。この大嘗祭というのは、もう一子相伝で、天皇陛下と皇太子殿下しかご存知がないというね、もう皇室にとっても一番重要な、行事になる。もまさにこの時に、天皇が神と一つになって本当にこの国を、治める決意をされるというね、一子相伝、中身はあまり公開されてないという、それぐらいこう本当に貴重な、すごく日本人としてもね、大切な儀式なわけですけれども、この大嘗祭ではね、何が行われているのかというと、この大嘗宮というね、このいわゆる宮殿がこうその時のためだけに建てられて、そして天皇陛下がこう各地のですね、こうお米を集めるんだそうです。ね、日本全国いろんなところで取れたお米を立てて、集めてきて、で、さらにその宮殿の中にも、こう、ね、さらに宮殿をこう2つ立ててですね。で、東のお米と西のお米を象徴してるそうなんですけど、その宮殿の前で全国の各地のその神様のために作られた大切なお米をお召し上がりになって少しずつ。で、その中に、しとねって言うんですけど、お布団が用意されて、で、天皇陛下は一晩、そこでお休みになられる。ね、神様からいただいたお米をね、お召し上がりになって、そして、天照大神のね、要は体の中にもう一度帰って、そして、天皇陛下として、翌朝生まれ変わると。そういう儀式なんだそうですね。だから日本人ってそれぐらいこう、お米を大事にしてるわけですけども、ね、天皇陛下がまさに日本の象徴でもあるこのお米をお召し上がりになることによって、天照大神と一つになってもう一度生まれ変わっていくという、もうこれなんともこう神秘的な、こうね、壮大な、そんな儀式がこう行われていくわけですけれども、お米っていうと、このこれ日本書紀ってね、古来からの本に出てくるわけですが、その天照大神がにぎの御事にこのね、お孫さんをこの地上に送るときに、ユニワの稲穂というね、稲を一束、三種の神器とは別に、稲穂を一束をお渡しになって、そしていいですかと、ね、この稲穂を使って、ずっと国民が飢えないように、お前が守ってあげなければいけないですよって言われて、はい、わかりましたって、おばあちゃんありがとうございますなんて言って、人形の御事様が、宮崎県のね、その高千穂地方にこう、降りてこられたという、こう、神話が、
て、これは神話の話なんですけど、実は伊勢神宮とかには、あるいは全国でも、今でもこの湯庭の稲穂が生きてると思われてるわけですよね。そしてその神様から授かった、お米が、今年も豊かに実りましたと言って、神様にご報告を申し上げるのが、神嘗祭。本当に毎年行われる、天皇陛下の行事として最も重要な行事ですけれども、この神嘗祭でもって伊勢神宮でも皇居の中でも、毎年陛下やあるいは各神社の方たちが神様にこうやって今年もありがとうございましたってお礼を言ってくださって、また来年も民が、日本国民が植えることがないようにということで、ずっとお祈りをしてくださってる。すごいですよね。それぐらいこう、祈り、守られている。ね、中にはいる人いるかもしれないですよ、別に。天皇陛下が祈ったってどうなのよって言う方もいるかもしれないですけど、でもどうですか、皆さんも例えばですけど、お父さん、お母さんとか、あるいはご自身のおばあちゃんとかが、朝から晩までずーっと自分の幸せを祈ってくれてる。で、例えばうちの母とか、寝ても覚めても仕事中もずーっと、今日もひろあきが元気でおってくれたらいいな、今日もひろあきが幸せでおってくれたらいいな、今日もひろあきが健康でおってくれたらいいな、美味しいご飯食べれたらいいな、ね、あの子が日本全国でどんどん活躍してくれたらいいなって、母が祈り続けてくれてたら、おばあちゃんやお父さんが、ね、おじいちゃんが祈り続けてくれてたら、絶対嬉しいですよね。今日も頑張ろうって気になると思うんですけど、その祈りが効くとか効かないとかじゃなくて、祈られてることが嬉しいですよね。実は、天皇陛下ってそういう存在だってことです。ね、祈りが届くとか届かないとかの話ではなく、そう、もう祈るための存在だからこそ、私がなく、名字がなく、公のため、国民のためだけに、四六時中、寝ても覚めても、生きてる間中、ずっと祈ってくださってる。それこそが、天皇陛下という存在。平成の天皇は31年間、あるいは皇太子だった時代からもずっとそうやって生まれてこの方、ね、おそらく命がなくなるまで、そうやって私たちの幸せを祈ってくださった。そして、この令和の天皇は、まさにこれからますます、あるいはこれまでもずっと私たちのために祈ってくださった。そんな存在なんだろうなっていうふうに思ってるんですね。で、そうやって私たちがこう祈られてる存在だからこそ、本当にこう、やっぱり生き生きと生きられるのかなとも思いますし、まあまたそんなね、この今回のこの即位のタイミングでみんなが三種の神器だったりとか、天皇陛下の本当にこう凄さだったりとか、本当にありがたさっていうものにちょっとこう心を寄せながら、よっしゃ、また令和の時代も頑張るぞって、なんかみんなが心一つにするって素晴らしいことだと思いますし、で、それこそが私たちの本当におじいちゃんおばあちゃんとか、ひいおじいちゃんおばあちゃんたちはみんないわゆるあのお上、ね、天皇陛下のこと、な大切に思っていたわけですからね。幕末とかでも、ね、私のひいおじいちゃんなんかまさに幕末の人ですけれども、本当にあの、みんな天皇陛下のもとに心は一つだったわけですよね。そう、天皇をお守りするために外国を打ち払うのか、それとも天皇陛下と国民をお守りするために外国の文化を受け入れて、ね、開国して、そして、本当に外国ともうまくやりながら国を守っていくのか。っていうね、もう倒幕派と砂漠派と、実は言ってることは一つなんですよね。みんなで天皇陛下大事にして、みんなでどうやって日本を守っていくかって語り合って、ね、ちょっと争いもあったわけですけど、それがまさに明治維新、幕末に起こった出来事なの で、もう一回私たちはそこにこう原点に帰っていってもいいのかなと思いますし、本当にね、新しい時代がいよいよ始まりました。本当に新たなこう天皇と共にですね、みんなでもう一回頑張りましょう。この素晴らしい令和の時代。本当私もこれワクワクしてますけれども、うちの長男次男じゃないですけど、令和の時代僕に任せて、そうだよな、父ちゃんも頑張るからなって言いながら、親子でこう語り合いながらね、本当に素晴らしい時代を、また一歩また一歩とこの日々をね、こう、心一つに、共に歩んでいけたらなと、そんな風に思います。改めて、本当に全ての、皆様に、令和の時代、新たな時代の幕開けおめでとうございます。これからも、共に素晴らしい時代と未来を作っていきたいなと思います。動画を通してますます応援しております。本日はどうもありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。